はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。リアルタイム対戦、待ちに待ったリアルタイム対戦。私の現状ですね、69戦46勝23敗となっております。前回ですね、ダイヤモンドに上がって2回戦ってみました。ちょっと格が別格ですね。そんな中、私が初勝利をもぎ取ることができるんでしょうか。私のパーティーの問題、もしくは私の腕の問題、タクト引退の危機に瀕しておりますよ。はい、対戦よろしくお願いします。なので、私とちょうどね、同じぐらいに上がった人を相手にしていきたい。もうガチメンツ、あー、もう戦いたい戦いたい。前回上がって、2連敗、勝ったら100ポイント、負けたらマイナス40、60だっけ ?40 か。なんで、かろうじてまだダイヤモンドにいるって感じなのかな、私は。はい、対戦よろしくお願いします。苦手パーティー来た。これまたあれじゃない、あ、シードだったか、あ、シードかと思っちゃった。でいきなり破壊の瞳で眼光かピサロをまひられちゃうかなと思ったけどね。これは悪くないね。で、向こうが前に出てきてくれれば攻めたい。これ出てくる。神竜って何聞くの。弱点バギデイン、バギデイン、あ、止まるのか、そうか、止まるんだね。向こうが先だ。そこも意識しておかなきゃダメ。で、オニコンの範囲か、オニコンの範囲見れないな。うん、出るかな。出たらそこを削っちゃっても、ね、あ、そこで身構えるか。これは、まあ、ここでいいね。で、これが、ここなんで、これがこれなんで、これ。もしくは、このキラポンが外れた時点で、勇者にラリフをかき行くのも手。これ出ておく？ちょっとね、これは入ってないね。なんかここで OK。まあ、勇者ね、勇者を先に沈めたい。あるいはラリホを取る。俺のしびれが火を吹く時が来るか、これ。範囲に入らないように進んできた。ここでいいね。まあまあまあ、ここでいい。で、次の向こうの具合を見ていこう。今のところまだ届いてない。 1,2,3,4 届いてないね。出てくる。これ何、陣形どうするつもりなの。そこでストップしちゃう。あー、真理は来た。オーロラダイブ食らう。うわー、ちょっと待って、これしかないか。あ、剣線止まるわ。剣線止まる。下から撃てないか。まあまあ、止めとくか。じゃあ、で、しびれがちょっと間に合わないな。行きたいとこだね。で、次3ターン目で、一応入る。3ターン目でラリホを行ってもいいんだが、こっちだね。
これ落とせる、ナイス。あ、バタフライ残しててもよかったかな正直。オッケー、テンションも溜まった。で、どうなる。うんと、出しとくか、ここでいいか。捨て駒は出しておかないと。こっちからファイアブレスか。あっだよね。で出てきて、あれが入るのか。ここに出てきて、ナイトがここに入る。1,2,3,4。うん、届っ、あっ、あ、そこあれか、身代わりだよね。こっち行っちゃうか、こっち行っちゃうか。で身代わり入るかどうか。身代わり入っちゃえば勇者にラリホかけに行く。どっち選ぶ、勇者を選ぶか鬼子を選ぶか。あっ、ラリホ、ラリホ、キくんです。おやすみ。しびれ、早く早く、しびれ早く、しびれ取れろ。これ落ちるようになってんのこれ身代わりになってんじゃないの。あれ身代わりにはなってないの今。届く、起こしちゃってもいいね。起こしてまた眠らす。あ、起こして眠らせられないわ失敗したかもしれない何してんの。あのカバウってどう。あ、オッケーオッケー。あ、ダイヤモンドで一勝できました。これは嬉しい。記念に写メ撮っておこう。いや、エルギオス、エルギオス来たらやだな。昨日ちょっと苦い思い出が。邪神の眼光だったっけ確か。プラチナから上がってきたばかりのメンツが来てほしいね。ドゥグン耐えた、ナイス、耐えた。これ大丈夫かな、耐えれてるかな。まあそれはよし。井戸富士誰かかかってるよこれ。井戸富士シビレンだけ。ナッツブロンズの頃ですよこれを見たのは。ちょっと待って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 、混乱入れる、混乱入れる。でダッシュでオッケー。でそれで毒でなくなる。ありがとう、あなたの役目は終わった。でここは勇者行くからオッケー。オッケーってこともないか、オッケーってこともないか。アストロンか、やるな。こっちってあれのダメージ、あー、まあまあこっちでいいか、こっちだね。いやーこれメラ打って魔剣打って、でチューチュー、チュー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 、ゴッドブレス。これはここの位置でいいか、ここの位置でいいかな。ここでチューチュー、オッケー。
勇者さえ落とせればなんとかなるんじゃないと思ってるけど、あっちにまだバタフライいるね。見て、腹痛出ちゃったかな。あー、井戸富士ちょっとで、マデスさんか。あ、あぶねー、これ腹痛出てんのかな、ピサロ。うーわ、どうだ、あーっと、待てよ待てよ待てよ待て、落とせる不死鳥天雷、こっち行くか。ちょっと待って、なんか落とせないか。メガダメダメ、不死鳥天雷、これこれ、で混乱入れる、焼けつき入れる。ピサロはもうどうしようもならん。次、あー、バフ、動けろ、うちのしびれ、動けろ動けろ、動けない、取れ取れ取れ、経験ねえか。30パー30パー30パーだよ。やばいやばいやばい、動く動く動くよ、次動くよ、次これ誰狙ってくる。勇者か、まあ勇者だろうね。勇者行きながらの、うわ結構食らう、結構食らう。あ、ちょっと待って、これ、はい、ん、まあ撃っちゃったよ、あれ撃っちゃったよ。ちょっと範囲見たかったんだけど、やば、これやば、あー、なんで撃っちゃった。ビアンカもう一旦ないよね、ダメだよね。よーし、よし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 、いいぞ、ここもシビでいけ、シビでシビ、半減 20%20%、 頼む、止まっててくれ。こっち見ないで、耐えた耐えた耐えた、行く行く行く、シェイ、あれうち、あれ いない、しびれいない、これ大丈夫か、一撃で落とせる。まずこっちから、まず どっち、まずまずどっち、まずまずこっちね、状態上取られるから、まずこっち、敵ながらあっぱれ。あっ、あっぱれなあなたに最大級のもてなし、ギガクロスブレイクプラス10会心付き、よし、ダイヤモンド2連勝、ありがとうございました。絶望からの、もうエルギオスさえいなければ、グレーナルさえいなければ、まあ一旦目バタフライが生き残ってくれてたのが大きかったね。混乱取れたから。同じような感じ、グレーナルいる、で右側誰がいるの、あれ、これ速攻パーティーだねこれね。もう先手、あー、しかもメラ燃える、あー、もう相性悪くない。デインが入る、でメラが入るメンツ、これもう最初でおしまいじゃない、勇者、勇者消えた、もしかして、ちょ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 、こっちのターン見して、こっちのターン見して、開けてる、全然画面見させてくんない、そうか、よし、じゃあこっからこっから
まだまだやれることはある。ここはまずこのラン1、あれが届かないか。まあよしよし、これよしで、これうわ、何この勇者じゃなくてピサロで、何このピサロ、え、何このピサロ3回か4回言ってしまった。やば、全然ダメージ通らない。チューチュー落とせる。うん、まあ行く、まだ行く。焼けつく入れてやる。半減20パー来い。よし、ビアンカまで取れてしまった。さあこれでどうなる。いや勇者速攻、画面が見えない間に落とされちゃった。よし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 、ここでやるしかない、ここでやるしかない。ここでやるしかない。ラリー砲を、あっち取る。あー、取れなかった。ちょっと、ちょっと待って、これ。あー、それもなし。それせめてさ、うちにちょうだいよ。じゃあこれ。じゃあこれ。あ、下がってよかったか。あー、ちょっとどうなる。グレーナに打ち込んでもらって、グレーナに移動封じしてほしい。そこダメージ出よ。あー、やめてやめて。あちょっと待て。あー、この状態か。これだね、まだね。いや、そこは2回連チャンミスするのが私のいつもの動画なんだけど、そこはミスでよかったよ。もう負け戦で、逆にここはミス欲しい。あー、砂繰りいやーね、まだ狙えた。うまく転べば。いやー、向こうもね、一貫してもう勇者から落とすっていう戦術でしたね。ビアンカあそこ出てきて、あっちの左端打たないもん。はい、対戦よろしくお願いします。あ、カンダタ。見たい。あ、S4 体。あ、これイオが入るパターンか。入って。カンダタメラだっけ？メラ取るんだっけ？あ、ヒャドイオか。うん、でどうすんの？これアストロンかけちゃうと、自分のバフ消えちゃうんですよ。なので次のターンラリホー行こうか。これあのドーム状だけどかかんの、あれ。ちょっと待って、待って、こっち逃げとこう。逃げとく。いい、行かなくて。で、どうしようか。これぶち込んでもいい？ダメかな？ここでいいか。下がっとくか、まだ。いやー、向こうの神田田が、ちょっと嫌だ。ここ。いや、神田田が嫌だな。なんだ、あそこ。いっとく、メラ、まあいっとく。でシビレンだけ出しとくか。これどこまで来る？
1,2,3,4 左側に固まんのかな。うん、でまあこの辺出しとくか。 ここでもいいね。あの餌を撒いといてもいい。もう一個真ん中でもよかったな。あ、内側なの。あ、バフが消えるからじゃない。これアストロンする、うちも。あ、そうか。よしよし、まあいい。勇者、いい、行こう行こう。ちょっと楽しみだ、これどうなるか。あ、そうか、素早さも消えるからね。で、バイキもかかってないんじゃないの。アストロンにかけたバイキ。ないよね。いい、お互い学んでいこう。眠らす。勇者は眠らす。で、テンション上がってね。で、次。ビアンカか、ビアンカか。うん。素早さって、もう一段階上がるのかな。次は、ま、向こうの勇者が先になるのかな。そこが気になる。ちょっとダメだ。いけ。ああ、バタフライそこじゃなかったか。真珠ゴッドプレス。あ、どっちがいい。こっ、あ、こっち行くか。こっちのダメージ出てるね。次どこ打ってくる？こっちか、ピサロの方だね。で、ビリビリボディ発動しろ。なかなかだね。焼けつく。あ、わ、向こうなんだ、元から。危ねえ。あ、最初から向こうなの。そこ取れてよくね。宇宙勇者頼む。宇宙勇者で頼む。向こうだね。で、ピサロは間に合うか。間に合う。え、ちょっと待って、他の見よう。これを打っておく。これを打っておく。いやー、どうなる。魔剣か。次魔剣も耐えながら、ここに出てくるよね。魔剣も耐えながらバラム。まあ勇者はしゃあない、そうなると思った。で、これでいく。で、まだオーロラッチ。多段でもいいよ。多段で落とすか。多段で落とすか。頼む。そこか。うん、オッケよし。ずーっと隠してた。うわ、硬くない。そんな硬いの。あ、ダメージ軽減ね。あー、そうか。MVP しびれクラゲ先生ですね。間違いない。
オッケー、これも気持ちいい。向こうの勇者初手アストロンからの全バフ外しからの、あれスピードをうまくやってんのかもしれないね、もしかしたら。最初に動いてアストロンによって素早さを消して、うちの勇者が2回連続になった状態で、3ターン目は向こうが上がってくると、素早さがね。なかなかいい経験できましたね。はい、もう一戦、もう一戦いきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。あ、これはすまねえ、すまねえ、火力がなくて落とせない申し訳ない。いや、スライムで来てくれ次。いやー、すまない。この2ターンすら時間もったいないと思ってるかもしれないね。よし、いいでしょう。もう一戦、もう一戦いこうかな。最後勝つか負けるか白黒はっきりした状態で終わりたい。でエルギオス以外で、いいね、マッチング相変わらずいいですね。で昨日重たかったんですが、そこまでの重さは今日はないですね。サクサクいってる感じがします。でダイヤモンドになってくると向こうの戦略も結構練られてるから早いね、一手一手が。これこれは、そう、あの間を抜けたやつ、離れぼっちになったやつを狙っていくのが鉄則。勇者は向こう先だね。どうしようかこれ。ほらめっちゃ速くない？めっちゃ速くない？ピサロ上がればいいから、これファイアーブレス、ファイアーブレス、ここはあれを落とせばよし。ファイアーブレス以上に、ファイアーブレス以上に、回復されてしまいましたが、でどうしようかな、これはどうしようかな、あどうしようかな、剣戦でいいか、いやいやいや剣戦でいいか、剣戦。なぜかってしびれクラゲの位置を見てください。あ、危ね、危ね、ここでしょ、ここでしょ、しびれてもらうからです。いきますよ。 OK、 さあこれでまた勇者を守るか、ピサロを守るか、二択が来ました。いいよ、できた、よし、これでいく。あー、バタフライダメだったか。これはエターナル、エターナルで火力出す。出とこ、でこれダメか、ダメか、出る、まあこっちでいいか。で次先勇者、よし行く、ハートバーチェル、ドン、お、ダメージ入った。向こう先か、それでも、あーっと2人、あーちょっとまずくない、これビリビリしてる。オッケー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 、で、で、で、これで、もう一回しびらす、しびらす、もう一回
もう一回痺らす。こっち。もう一回痺らす。あのホイミスライム。あのホイミスライム。さあ、ほとばしるチャレンジ来ました。これが入れば勝ち。ほとばしる。どうする？あー、お疲れ。しびれクラゲ先生、ありがとうございました。敵ながらあっぱれ、前に詰めてくるか。私の剣に臆することなく、ありがとうございました。これも気持ちいい。敵ながらあっぱれだよね、ああいうところ。最後出てくるあたり、ダイヤモンド4に上がった。そろそろ奇跡の剣取れんのかな。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。